田中英語をやるなら田中 English。 はい、で今回ですね中学英語について話していきたいんですけども、はい、まあ、中学英語できてない人って意外と多いんですよね、はい、ただこれができてないと高校英語もできないですし TOEIC の、ね、対策もできないですし、まあ、英検 TOEFL とかの対策でもつまずいてしまう恐れがあるという、はい、まあ、恐ろしい分野なんですけども、うん、中学英語大事だよってね他の人も言われてる方多いかなと思うんですけど、ぶっちゃけ何なんですかと、うん、まあ、それについてちょっと教えていただきたいなと思ってます。そうですね、いろんなところでねやり直し英語やり直し英語っていう言葉がね、うん、言ってやり直し中学英語中学英語からやり直しだとかって言われたりするんですけど、そもそも中学英語も昔と違いますからね。ほう、はい、もう範囲違うんで、なるほど、はい、変化が起こってるっていうのはあると思います、うんうん、で一般的に中学英語ってどういうことを指すかっていうとですね、英単語とそして英文法のことを指してますね、はい、この範囲の英単語この範囲の英文法っていうのを指してます、うんうん、なるほど。で、まあ、指導要領を見ればその辺のことは分かるんですけど、うん、まあ、単語昔と比べても増えてますし、あとは習う文法の範囲も増えてますんで、うん、なのでちょっと昔とは違う。だから完璧中学英語やり直し、いやいややり直しも何も習ってないと思うよっていう中学の時にっていうのが出てきてるって感じですね。なるほどですね。で具体的に自分が習った時と一体何が違うのかって思うかもしれないんですけど、例えば昔中学生は現在完了進行形って習わなかったですね、はあ、現在完了まででしたけ ど、 なるほど、現在完了進行形が一部登場してますね。へっていうのがあったりとか、あとは仮定法って習ってなかったですけど、うん、今は仮定法過去まで入ってますね。おなんで仮定法過去完了入ってなかったですけどっていう風に範囲が広まっています。なるほど、はい、なんでちょっと違うよっていうのは意識しておいてください、うん、ただ、まあ、未来完了とかですね、高校になったら習うようなのは出てこないですし、家庭法過去完了みたいなのは出てこないですし、うん、こういうふうに高校で習うものと中学校で習うものっていうには文法でも範囲の差があるので、うん、なのでそこを持って中学英語と言いますね。例えば関係代名詞は出てきますね、はい、中学校で、まあ、基本的なものですけど、でも関係副詞は出てこないですね。あとカンマついた制限用法非制限用法とかってやつですね、はい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 、あれもカンマがついたやつは高校でしか出てこないですね。というふうにここまでが中学ですとか、うん、ここからが高校英語ですみたいなのはその差のことを表してますね。へでそれをもって中学英語というふうに一般的に使われています。なるほど。ただしですね、はい、指導要領にはちゃんとリスニングだったりスピーキングだったりライティングについても書いてあるんですよ。なんでこういうのができるようにしましょうとかですね、例えばまあ話す時のリンキングとかくっつけるですね、インアウトみたいな感じですね、はい、くっつくよっていうようなものも実はちゃんと出てきていますね。なるほど。インフラーラブとかですね、フロントオブのフロントオブくっつくよとかっていう風なのも、ね、あるので、実はそういうところも合わせて4技能で考えればいいんですけれど、うん、一般的には単語ここまで、はい、そして文法だとここまでっていう風に使われているというのはこれが中学英語です。うん、なるほど。でこの中学英語の基礎ができないとやっぱり辛いです。高校英語とか資格の上のレベルのものはなかなか身につかないので、うん、まあ、確かにやった方がいいなと思います、うん、ぶっちゃけ中学英語だけで英語は喋れるよとかっていうのもそういうことですね、うんうん、まあ、言いたいことは大体言えます。そうですよね。カンマつけた、ね、関係詞の非制限用法を使えなくたって、うん、アンド使えるんだったら、うん、普通に文増やして言えばいいだけなんで。確かに確かに。だから中学英語で喋れるっていうのは間違いではないです、うん、ただレベルの高い表現を読んだりとか聞いたりすることはできないし、レベルの高いことを書いたり喋ったりすることはできないので、うん、中学英語っていうのをベースにして積み上げていくっていうのが大事になりますね、うん、なるほど。という感じで、なので、はい、まあ、市販売られている参考書中学生英語って言って売られているのは昔のものと今のものは違うということなので、最近のものを見ることをお勧めします。それが今の中学英語です、うん、ということで今回は中学英語について森先生に聞いてきました。中学英語もね、いろいろ変わってきているということと、また中学英語さえ極めていれば、まあ、ある程度のね、うん、会話はできるようになるよということで、武田塾イングリッシュでも大人の学び直し用のカリキュラムも用意してますので、そこからやり直したいよっていう人もね、ぜひ一緒に武田塾イングリッシュでコーチング指導を受けながらやっていきたいよという方がいたら、ぜひ無料カウンセリングの方にお申し込みください。